今日はお腹空いたのと、お腹はいつもすく僕が空いてるのと、この車もお腹空いてるんで、ガソリンないんで見て見て見て、ガソリンがかなりやばいんで、このメーターね、このメーター、真っ赤すこの針がね、はい、もうね、はい、はい、だから今からちょっとガソスタ行きます。いや、むしろ飯行きます。どっちも行きます。ガソスタ行ってないですか？まだ行ってないですね。ガソスタ来ました。ちゃんと取れてるんかな。すいません、なぜかガソスタいっぱいです。開いてくれたけど、これどうやって入るの。右側じゃん。あ、ベンツの人が開けてくれてよかったな。まあ後で見てみよう。で60リッター入りました。これ満タンかな。満タンやな、多分。もうちょっとなんか頑張って入りそうやったけど、70リッターなんかな、これって。60リッターなんかな、タンクが。全然僕は分かんないっすで、配役でだいたい9500円ぐらい、満タンが毎回で、リッター6ぐらいは走るんで、結構走りますね。スーパーカーの中ではもっとひどいやつとかいっぱいありますから。1リッターで走る金額だから、意外とスーパーカーの中でも入門編って言われてるんで、この GTR3 号は意外と安いです。ただ壊れた時やばいですヘッドライト片手で片目、なんか水漏れで、この間23万とか。ヘッドライト片目ですよっていうのを言われて、もうなんかやる気なくしましたっていうことがありました。まあでも直したんですけどね。だから壊れた時にすんごいタイヤ交換とかむちゃくちゃ高いし、だからなんかツルツルになる手前ぐらいまで頑張って乗ろうかなと思ってます。こんな辺ですかね。とりあえずガソスタ編は、次はちょっとご飯食べに行きましょうか。どこ行きます？カメラマン君は何食べたいですか？カメラマン君何食べた？もうご飯。いや、もうセブン入れでおにぎり食べたぐらいです。ああ、ほんなら何か食べようかって言ったら食べれるんや。全然食べれます。うん、何食べたい？何が好きなの？牛丼行きましょう。ラーメン行こう選択肢なかったいやいや、ラーメン食べたいかな。みんな絶対ラーメン好きでしょ。ラーメン嫌いなやつおらんやろ多分。もうだってうちの子供1歳やけど、チュルチュルって言ったらむちゃくちゃ喜んで走ってくるもん。それぐらいで、もうほんまちっちゃい子から大きなおじじいばばまでむちゃくちゃラーメン好きですから。もうみんなラーメンマンなんですよ多分、日本は。っていう会話を伸ばしても面白くないんで、とりあえずラーメン屋行きます。レッツゴー。美味しいラーメン屋さん。マックブックとか持ってけんのかな。うん、どれにしよう。天津飯とラーメンが来ました。で、はい、カメラマンだ。明太マヨと、何これ。鶏ガラ。鶏ガラか。鶏ガラです。やっぱり豚骨っしょ。はい、ラーメン食べたら美味しいね。めっちゃうまいっす。あれ、このかっこいい車っ誰のっすか。今車ないんかなあれとか言う。乗りなよ。I would never ask you to give up thanks. I just wanna give you all I can.